限深まる秘密。あっ、おっ、ちょっと一回地図見ます。十字架がいっぱい。わあ、めっちゃ広い。むちゃくちゃあるな。めっちゃ広い。学校ってこんな広かったっけな。ほっはっは。これは結構調べるとこありそうですね。今2階か、入れるとこ入ってみますか。とりあえずね。そうですね。階段登らず2階を調べよう。もうここは手当たり次第行くしかないですからね。うんうんうん。うわあ、みんなナンバー？マジか。ここ特進クラスかなんかなんでしょうね。なんかそんな感じありますね。うんうん、こんな学校違うくないですか、これまた。落ちこぼれの教室にこんなもん必要ないですからね。マジか。なんか買っときます？今って回復あるんでしたか？あるはあります。じゃあまあまあ一旦置いといたらいいんじゃないですか。これセーブもできると。あ、ここだけ入れる。この回見終わったら一回セーブしましょうか。もうここしかないですよ、でも。だったら全然死んでも入ったところじゃないですか。違う？え、ここに入ったとこから始まるんですか？この新館に入ったとこから始まるんじゃないですか。あ、やった、投入があった。うん。それは左、一番上は？それなんですか？これなんかのアニメのかなやつでしょうね。あらあら、可愛らしい。サインとかありますね。あ、なんかある。うわ、これも見づらいな、文章。ほんとだわ。うん。工事をした後、不良コンデンサーを使用するため手抜き工事を行ったため漏電事故の危険がある。はあ、それどうせ敵倒すのに使うんだろうな。3階。あ、なんか書いてある。お、え、1、5、8、10、12。これ取っといた方がいいですよ、多分。取っといてください。じゃあ、あれ、僕また携帯忘れました。なんなんだよ、まあ、みんながね、覚えておいてくれれば。そうですね、みんながこれ取れねえな、ちょっと早く。なんなんだよ。一応ね、はい、3年それを爆発する恐れが、はあ、受けていますという。受けています。下手か、ワードの使い方。そうっすよね、もうちょい文章縮めたらいいのに。文字サイズ変えるとかね。ないわ。お、なんかね、ライトの形まで変わって。っていうか、じゃあここにはひょっとして警備員出ないってことじゃないですか。こっちの警備員なんですかね。なんかもう一人いませんでした、なんか警備員みたいな。そうなんですか。何この溝。なんだこの、このスペース何なんだ。あ、トイレも綺麗だ。あ、ほんとだ。あ、新館ってそういうこと。そして洋式トイレになってますよ。本当だ。ね。お決まりやす。え、これ男子？女子か。女子だけ？男子はない。男子は鍵がついてんじゃないですか。こっちか。あ、ここ男子か。いや、どうせ何もないんだから。なんか落ちてるかもしれない。なんか不思議っすよね。世界中のどこに行ってもこの小便器なんだろうなと思ったら、なんか不思議じゃないですか。そうですね。スイスではこの形とかあればいいのになと。以上かな。以上ですね。2階行きましょうか、じゃあ。これ何？あ、お、あ、なんか大事っぽい。駆動ベルト破損。音楽鑑賞室、語学室。っていうか、でも結局今行けるとこ行くしかなくないですか。あ、うん、バックワードテープって何？そんなありました。そんなありました。あー、なんかあったあった。あった、壊れてるラジコ。あったあったあった。そうだ、ここ攻めえな。逃げるのが怖えよ。確かに。でも出てこないんですって。もう一回上行きますか。上かな、下かな。一旦下に行きましょう。下の方が早いから。はい、どうせ何も。3階はね、何もないですよ。入れないっぽいんですよ、これ。あ、本当だ。屋上プールか。屋上プールか。まあ、1階か。はい、1階行きますか。怖っ。あ、でも足音しにくい。はぁ。え、いや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 。あ、これなんかわかるのかな。
はは、え、いやいや、あいつ助けろや。ああ超ナイスタイミング。こっちよ。あ、やっぱ良かったじゃないですか、このことを生きて。こいつが味方だということはこれで分かりましたね。危なかったわ。あんたね、そんなに緊張感がない。いやいや、あんな警備員がいることがおかしいんだから。そうそうそう。左手の腕のなんか曲がってるとこおかしくないですか、この子。そう。ビニール人形みたいな。ビニール人形かな。もしかしたらね。まあまあ、これはありがとうでいいんじゃないですか。ありがとうだね。なんだかんだね。本当にね。あってくれた。あとね、ほんとね。あとね。ほら、ちょっと出れた。あとね。なんで？え、助けを借りるのってそれ何？この新刊に来てみてはっきりしたわ、うん、これまで起きたこと全部に雫が関わった。まあ確かにね、それはなんか、まあね、こっちかな。どっちも似た感じですけど、右の方がソフトですね、聞き方が。うん、断定できるのって言うとちょっとこの子を疑ってる感じもあるから。どちらにしろ右ですよね、これ。はい、雫に対してもめちゃめちゃライターみたいな感じで言っちゃいましたけど、2人とも。まあでも右でしょうね。右でしょうね、これはね。はい、どうして左が確かに嫌われそうな気がする。なんで？どこまで雫をかばえば気が済む？いや、かばってないでしょ。理由を知りたいもん。私たちの向かうところにはいつも雫が。確かに。あれ、どもいたないと無理だから、ね。言われるもん、そうだわ。私もあの子を追いかけて妙な。こいつ前かけてんの？ということは雫が何か仕組んでる。雫ラスボスパターン。雫を疑いたいわけじゃないわ。でもあの子が関わってることは。いや、関わってんのはそうだけど。いや、間違いはないけどね。あの子が積極的にやってるかどうかわかんないですよね。あ、4階屋上来た来た。さっきあの子が屋上に向かうのを見たわ。きっとそこでも何か仕組んでるのよ。仕組んでるのかな。プールに仕込まれたらやだな。まだ私の言うことが信じられないわ。まあ、この子もだんだん疑いが出てきましたね。なんか恋がたきとかで悪く言いたいだけなのかもしれないですからね。何なんだろうな。そうじゃないの。今まあまあ鋭いこと言ったかなと思ったんですけど、僕は恋がたきというか、この子が雫をね、よくわかんないな。この子も何らかの操られてる感もあるんですかね、もしかしたらね。僕はまだよくわからない。まだみんな信じてあげたいとは言ってるな。ええ。いや、僕も信じるって言っていい気がします。いや、言うて、ちょっと待ってくださいよ。こんなもん、経験もなんもない輩が言ってるに違いないんですよ、このコメントなんていうのは。いや、もうみんな右ですよ、これ、信じる。いや、でも、ね、信じるって言っときゃいいんですよ、ここは。と思うんですよ、僕はね。好感度上がるだけだから。いやいや、でもな、それ知らんところで雫の好感度がドゥーンって下がって、いやいや、それはそれ下がったら逆に嫌でしょ。何聞いてんだって。え、なんで？分かんないって言ってくれって。今屋上で屋上にいるんだから。え、屋上よ。これはもう信じるよでいけるでしょうよ。ちょっと、いや、これ待ってくださいよ。僕まだよく分からないがいいですね。え、ちょっと、え、みんなのちょっと意見見てみます。え、もう雫ルート行けないよ、カッコ W って書いてますよ。あ、そうなの。いやいやいや、雫ルートはどっちしろないじゃないですか。いや、それは分かんないでしょうよ。え、ゲーム的には多分雫ルートが本エンディングなんでしょう、おそらく。いや、でもそれは僕はどうです。もう別に僕は成り行きのエンディングが見れればそれでいいですけど。本当に。いや、でもこの子ちょっと待って、加藤さん優しいじゃないって。これは確かに僕、優しいことは僕は言ってないですけど、加藤さんは雫に対して厳しいだけであって別に優しいわけではないと思うけどな。いや、めっちゃ見てますよ。でもどうっていうね。いや、ここはこの圧力に屈しちゃダメと思う。いや、でもね、この子助けてくれましたから一回。まあね、一回信じてもいいんじゃないですか、ここで。この子も何らか僕らを利用しようとしてるのかもしれないですけど。可能性はある。でもまあ一回信じてみて、はい、ね、やっぱり虎穴に入らずんばですから。ええー、
さやそう光ルート行きたいんですけどね。そう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 、光が出てこないから。うん、雫行ってもね、どっち行っても多分光出てこない。これ信じるよってすると光ルートが遠くなるのかもしれないですよ。いやこの子の好感度が上がりすぎて。それはいいんじゃないですか。いや、よくないでしょう。あの木の下に誰も来ない縁というよりは伝説の木の下に、ね、伝説の木の下に誰も来ないよね。あとみんな信じてって言ってる。なんで知ってんのみんな。いやいや彼らはどういうこと。いやいや、その大変なルートを選べっていう習性があるんですよ。でも一回信じてみましょうよ騙されるタイプだないやだってみんなだとしてもやっぱ信じた方がいいんじゃないですか。だったらなんかな、俺この子が一番信用できなくなってきちゃったわ。なんかこの今のね、今ちょっと、はい、ちょっと最後のこう明らかに仕掛けてるみたいなことを断言してるのは確かになんでという感じはあるんですけどね。絶対そう、こんなに谷間も見せてくるし、ね、それはこっちが仕掛けてるからね。信じてよっていうタイミングでこんなに谷間見せます絶対嘘でしょ、こんなもん。どうやっても信じてほしいどうでも全部出してね、色気もなんか。いや分かりました、でも信じなさいっていう声が圧倒的なんで。いやもうこんな谷間で見せられたら、ここはじゃあ信じましょう。じゃああの辺スプレー、スプレーでやってんだから、この辺も全部ね、あの影をつけてるってことね。影をつけてるんだから、はいはいはい。信じよう。もうあら何今のか。え、なんだよ。いやいや、一緒に行こうよって。本当かどうか。信じたって。私は光を探さなきゃならない。あ、そう、光光。え、なんで一緒に光探そうよ。一緒に行けばいい。光探したい。結局怒るんじゃん、そして。どっちを信じるか、ちゃんと決めておくの。出ない。本当に。この子もやっぱ何か知ってんだよ。いや、何かあるな、こいつ。あと光が重要なのか分かんないですよね。はい。この、雫は何らか復讐、その取り憑かれてなのか本人なのかはちょっとまあ一旦置いとくとして、何らか復讐をしようとしてるっていうのは間違いないと思うんですよ。まあ何らかあるんだろうなっていうね。あ、お、なんかあった。タイプライターの木、ね、こんなもん落ちてる、ここに。やった、めちゃくちゃ重要じゃんね。はい、ありがとうございます。ここ行けないんだ。あ、でもここはしゃがみそうだな感があったのかな。そう、復讐で例えば先生なり恋人なり殺したのにさやかが関わってるんじゃないの。どうこれ、キプレイヤーの皆さんビクッとしたんじゃない。何も急に宝石店みたいな。ぐるぐるしないで。これ外から絶対見られるやつですよね。日本じゃないですね。え、日本じゃないですか。だってなんか漢文ばっかりじゃないですか、ほら。いや、日本でしょ、だから。え、昔の。なんでそんなことがあるの。いや、昔はだって漢字だったでしょ、みんな、ほら。あ、なんかある。え、その文章あるじゃないですか。あの、間に、間に。間？間。それ。あ、ほんとだ。歴史担当者へ、歴史官。対、ん？対局の？対局の灰。灰をしばらくお借りします。第二層。火曜日にクレ、ヨシオ。とにかく第二書庫に行けばいいんですね。第二書庫に太陽の灰があるんじゃないか。おそらくね。それを何に使うかはちょっと分かんないですけどね。はい、なんか割れた。いや、これでも関係ないやつかな。このこっちのこっちの館パターンの関係ないやつ。なんか貼ってある、これ。あ、本当だ。あ、カードリーやった。これでどっか入れます、ね、黄色いエリアのカードリーダー。あ、確かにドアに全部色がありました。あの十字の色が赤と黄色と青とあった。なんじゃこれ。制服じゃないですか。あんなことする学校あんの、制服を。あ、絶対なんかある、これ。あ、なんか取りましたよね。今まで育ててる。あったあった。ダメこれで。もうないか。もうないんじゃないですか。あー、やんでー。きっと忘れない。なんか意味があるのかな。何らか置き方にパターンがあるってこと。まあ今わかんねえな。でも一回全部どうぞ。それなら全部置いときましょう。あ、ダメだ。それなら全部置いときましょうって。え、なんで。いや、な正解だったかもしれないじゃないですか。あ、置けないわ。あ、間違ってたら置けないのか。
こんな感じかな、ここは。他の、この階の他の部屋はどうなんでしょう。わかりません。まあ一旦ここまで来て リスナーのことも信じてって書いてます。そりゃそう。あ、これが正しいジジイのあれじゃないですか、もしかしたら。なるほど、これ覚えておきましょう。なんかありましたもんね、うん、これ写真撮っといた方がいいんじゃないですか。これでも戻ってやるやつでしょ、でも多分。はい、ね、正しいジジイ。あれでも一緒じゃないですか、これ。いや、違うと思う。ほんと、うん、正しいジジイ。あ、縦で撮るんですね。でも分かんないから縦位置で撮るんですね、パチョさん。これ正しいジジイだよね、多分ね。なんで正しいジジイって間違ったジジイ。ね、間違ったジジイもいるからね。理事長ですか、理事長。さっきの部屋は校長でしたよね。理事長のがなんかありそうだけどな。あ、なんかある、下にあるね。漢方薬か、漢方薬。ジジイが落とした漢方薬だ、これなんかやだな、使うのやだな。持病に効くやつだね、持病に。なんかあんのかよ、こういうこと。いや、ないんすって。もうなんかあったことあんのかよ。トルネコの冒険みたいにこう行ってない部屋、取ってない宝箱みたいな。なんだこれ、ダイヤルだ。あ、あ、あれだ、メガネだ。でも分かんない。なんだっけ、あったな、これね、動物があった。牛、後ろの牛みたいな。覚えてねえよ、4だったかな。え、これって暗号解きましたっけ。解いてないです。解いてないですよね。なんか見えたんですよ、でも。後ろ、あ、これだ、後ろにいる、うん、後ろにいる。うわ、怖っ、怖っ。まあまあ、一旦置いときましょう。こいつじゃない、つまり。っていうか、これを入れ替えたら出てくるんでしょ、きっと。あ、あのもう片方のレンズとか、はい、それはあるかもしれない。あの、どっちをどっちに合わすかわかんないですけどね。いや、こっち入れ替えれないんで、これも正解だと思うんですよ、ね。あ、なるほど。理事長室だし。ここまでか。よし、一応こっち側を通ってね。なんぼほど割るガラスあるの。あ、あ、コインだ。はい、じゃあ一回上がって黄色いカードキーでいけるとこ見てみます。そう、一回セーブしますか。そうですね、先4回行け。これ行け、こっち側かな。そこは最初から行ってたんで。ここが、ここだ。あ、入っちゃった。じゃ行くでしょ。はい、はい、うん、 お一回部屋の名前見とこう。アトリエ、アトリエ。ほう、なんで美術室とかと分けたんだろう。新刊、かしこ、かしこがやっぱ見るんじゃないですか。かしこが絵描く場所でしょ。かしこか。あ、お、なんかあるぞ、うん、これなんかあんな、どうせ。はい、え、あ、なんか移動できる。これもなんかあんな、なんかありますね。2時って言ってませんでした。2時になんとかとかね。あ、言ってたな。この時間をなんか合わせたりすればいいんだろうね。レトルトカレーが。レトルトカレーをこういうのの間に置いとくなよな。そういうセンスなんでしょうか、この学校はね。梅、こんなやついなくない。いや、そいつでしょ。こいつ、そのパーマでしょ。本当かな。はい、これ向きを調整するとかあるんじゃない。これいやいや、絵に合わせてパーマでしょって。あ、投入、これはわかるわ。あんな台まで描くかね。あ、ん、そのなんかあれはホワイトボードみたいなところ、左の左左左左左、そこは何もないですね。何もないですね。確かにマジックとかあっても。こっちも黄色か。そこも黄色ですね。ここもじゃあか。あ、一番向かいも開く。結構スルスル開くな、この辺。
これぐらいのペースだと嬉しいですよね、ゲームなんだから。いや、ほんとそう。本層これ何？テレアポの部屋じゃん。語学室、あ、ここでなんかあればいいみたいなのってませんでした？これか。お、なんかあるぞ、これ。そうか、それでなんか駆動ベルトがどうたらって書いてましたもんね。あ、これは入った。カセットはあとないんですよ、駆動ベルトがないんですよ。ほら、切れてるでしょ、今。うん、駆動ベルトさえ見つければいい。それはどっか、なんか書類にありましたよね。書いてましたね、うん、第二なんとか。どっかで電話かけれるんじゃないですか、これ。ウェハハハハって言ったればいいですかね。電話昔のやつに。あれは自分だったのか。ありそうだけど、ない。え、今のところ、さっきのアトリエあるじゃないですか。あ、なんか落ちてますね。サインペン落ちてますね。さっきのアトリエのところ、うん、電気をつけると、なんかいいことがあるらしいです。は？なんか見過ごしてるってこと？そう言われてます。はい。あ、コインが。結構コインが見つかるから、こっから体力が。体力勝負なんじゃないですか。豆乳も結構見つかってるし。でも前回も本館2に入った直後めっちゃあったような気がする。ほんと？ここでもうなんか新館全部分を取っときなさいってことなんじゃないですか。戻りません一旦。え、ここも行きますよ。いやいや、もう一回戻ってそれ確かめましょうよ。え、アトリエ？アトリエどうしちゃったんすか。電気つけるだけっつうから。いやいやいや、あともうドアを閉めるあれなくなってますね。いや、ドア閉めると音が鳴るから良くないって言ってたじゃないですか。電気つけて、部屋の中央から。はいはい、部屋の中央から石膏像を見て振り返ってみましょう。あっ、後ろもいた。は？本当だ。カタッ。いや、でも中央に寄ってますね、今。あ、また移動した。はい。あ、なくなった。え、今まであったところになんかアイテムが落ちてたりとか。あ、それはシミだ。なんでシミを見ないといけないの。あ、え、あ、ちっちゃっ、ちっちゃくなった。いや、何よこれ。ちっちゃくなった。いや、これ教えてよ。これ絶対関係ないでしょうね、多分。え、これで終わりでしょう、多分。おまけ要素でしょう。怖いってこと、これが。何だったんだ。いやいや、まだまだ移動するわ。え、これマジで何か意味あんの。うわー、何これ。これになる日が来るとか。いやいや、違うでしょ、これ。え、マジで何もないの。何もないんでしょ、これ、多分。あ、取れない。取れない。これお笑い要素なんでしょ、きっと。本当？うん。あ、あ、なんだこれ。あ、終わった？そろそろ。あ、この帽子学校でね、一回手に入れましたっけ。あ、戻った。あ、戻った。え、マジでこれで終わり？いや、それで終わりでしょ、多分。なんなんだよ。いやいや、あるある、ホラゲーあるあるでしょ、これ。ジジイの、ジジイのことあるからね、なんなら。じゃあ、突き当たりの部屋行きましょう。行きましょう。走って。いやいや、走るのだけは。いや、どうせも今はジジイ来ないんだから。音が。まあ、なんか進んでるというか、なんらか。お、いるいるいる。セーブします。いや、ここでセーブしたらやばい気がする。いやいやいや、セーブした方がいいって。死んで一からやるのやだもん。だって開けたら、開けたらよ、音よ、音があるよ。トイレありましたっけ。え、何、小林明みたいなことになってるけど。トイレ、トイレだ。え、さっきセーブしません。いや、ここでセーブしたらだってもうジジイですよ、ずっと。いや、絶対セーブした方がいいってこれ。いや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 、せめて通り過ぎにセーブでしょ。終わったらだって毎回ジジイからですよ。
まあいいでしょう、でも。いや、今までのこと考えてますよ。あ、このジジイは鍵を持ってるんじゃないんですよ。今までは鍵だったじゃないですか。はい。カードキーだから、口笛を吹いてやってくるわけですよ。なるほどそういうことか。ほら、めっちゃ来てる、こっち側。いや、セーブしたらリセットされるんじゃない？そうでしょ？ジジイの位置は保存されないと思うけどな。いや、でも毎回ジジイ、この前死んだ時、毎回同じ場所にいたじゃないですか、ジジイ。だいたいあの辺にいるんですよ、ジジイは。いや。あの辺に発生するんですよ。だとしたらこの辺。だとしたらここですよ、いるなら。一緒のような気がするけどな。いや、あるある。あ、まだ来てるけど、ほら。カウボーイかって。やめろって。いるわ。いる。ザパラ。新刊怖くないですね。新刊だから。まあやっぱ明るいと怖くないですね。予備校みたいな感じ。予備校行ったことあるんですか。予備校に行ったことだけあります。え、なんで。え、なんか行きません、友達で。いや、行かないでしょ。あ、もうジジイの渋谷行ってもらえなくなった。よし、セーブしましょう。ここで死にたくないな、結構ちゃんと進んだのに。あ、鳴ってる。鳴ってるのかな。鳴ってません。鳴ってません。なんだ、どれかな、1時間こっちか。はい、じゃあここからギャラクシーさんかな。うわ、危険。だってすぐ死んじゃったから。ちょっと、あれコメントが見れなくなっちゃった。今ね、ジジイだって言ってる人がいるんですね。バッテリーがなくなっちゃったわ。あ、本当に。さあ、陽気なジジイだ。まずシステムを確かになオンにして。あ、本当だ、言ってる。新刊の主演は鍵の音ではなく口笛で判断してください。よくわかりましたね。じゃあ、2階以上に行きましょうか。あっち、一回今地図であっち行くと何があるか見ときます。どういうこと。あ、システム大丈夫ですか。システム右左向き。やりました。はい、やりました。あっち行くと、なるほどね、教室があるんだ。あれ、ちなみにターンってどうやったんですか。押し込みかな、違うか。え、あ、こうか、なるほど。あ、いる。やばい。いや、そっちにいるんじゃないの。え、なんでそっち行くんですか。いや、いるじゃん、ほら。いや、何やってんの。マジ何やってんすか。なんでそっち行かないって言ったのに行ったんすか。いや、一応見といた方がいいのかなって思うでしょ。今見たじゃん、一応。そこも上上がるしかないですよ。そこないから、ほら。いや、そういうの先言っといてくださいよ。いや、言ってんす。さっき地図見たじゃないですか。もうここ、上がっちゃう。開けてくれ。あ、鍵がない。開けてくれ。いけない。あー、終わりだ。いや、ちょっともう一回やらせて。問題ですよ。もう一回やらせてください。すいません。これロードかな。でもロードした方がいいか。セーブだと、ほら、何やってんすか、ギャラクシーさん。せっかく回避したのに。いや、結局一緒なんですって。なあ、ったくさ、結局あそこにいるんだから。なんなんだろうな。あ、こっから。いや、違う、これ。え、何これ。出れん。いや、ロードした方がいいんじゃないですか。何これ。何これ。いや、ロードした。